皆さん、こんにちは。都民ファーストの会所属の東京都議会議員であり、サッカー元日本代表の長友佑都の妻で、タレントの平愛梨さんの弟として知られる平敬翔さん。プライベートでは10年以上前に高校の同級生と結婚し、2人の子供がいる敬翔さんですが、20代後半の男性と不倫関係に陥っていたことが分かりました。さらに、恋人関係にあったこの男性によれば、DV を振るわれたこともあったというのです。そこで今回は、平敬翔さんの不倫の真相や、過去の横領事件、現在の妻や家族関係について調査していきます。平敬翔さんの簡単なプロフィールはこちらです。名前、平敬翔、生年月日、1987年8月6日、35歳、出身地、兵庫県神戸市。6人兄弟の4番目に生まれた平敬翔さん。父親は建設会社の社長、母親は税理士、兄はビバリーヒルズ在住の実業家、姉はタレントの平愛梨さん、弟は建設会社経営者、妹は女優の平優奈さん。理系はサッカー選手の長友佑都さんと、華々しい家族構成を持つ平敬翔さんですが、10代の頃はドラマ出演など芸能活動を行っていました。ドラマ3年 B 組金八先生にも出演されています。その後、大原高等学院、国士舘大学政経学部経済学科に進学し、そのタイミングで芸能界を引退。企業の営業職を経て、自民党の下村博文衆院議員の公設秘書を務めていました。そして2017年、東京都議選の板橋選挙区から都民ファースト公認で出馬し初当選。さらに4年後の都議選では小池知事の強い推薦もあり、千代田選挙区に国替え、自民党都連のドンと言われた子、内田茂氏の娘婿、内田直行氏との激戦を制し、今に至ります。政治家を志したのは人の役に立ちたいという思いからだそう。なぜ自民党の大物である下村博文議員の事務所に入れたかというと、実家は地元では有名なお金持ちだそうで、おそらく父親が政界とつながりがあったのではと考えられています。真相は定かではありませんが、姉である平愛梨さんや長友佑都さんの応援もあって、初当選を果たしたことも含め、家族の恩恵を受けていることは間違いありませんね。今回の不倫騒動を告発したのは、不倫相手である現在20代後半の男性、山田聡さん、亀井。もう彼にはほとほと愛想がつきました。僕との3年間は何だったのか、と憔悴しきった様子で語っています。平敬翔さんと山田聡さんの最初の出会いは、マッチングアプリ。敬翔とは20年の2月上旬、ゲイが使う出会い系アプリを通じて知り合いました。焼肉をご馳走するよ、と誘われ、釣られてしまったんです。その日は彼の自宅マンションに泊まり、すぐに関係が始まりましたとのこと。当時、敬翔さんは都内でも有数の繁華街に近いタワーマンションの高層階に暮らし、自身のことを大川翔と名乗っていたといいます。山田聡さん曰く、付き合いたての頃は法律関係の仕事をしていると言っていたのですが、ある時郵便物を見て検索したら、この人なのと本名が分かってしまった。さらに検索すると奥さんも子供もいて、有名な人なんだと。ただそれを指摘することはできず、ほどなく本人から、実は東京都議で平愛梨の弟なんだ、誰にも俺たちの関係を言うなよと打ち明けられましたとのことで、最初は平敬翔であることを隠して関係が始まったようです。その年の10月には正式にタワマンでの同棲生活が始まったそうで、その頃の LINE も流出、2人の蜜月ぶりが伝わってくる内容となっています。サトシ、やっと翔くん、敬翔氏と同棲始まるんだね。いつも翔くんの期待に添えなくてごめんね。敬翔、俺はずっと気持ち変わらないし、今もこれからも本気でサトシを愛しているからね。2人で頑張ろう。また別の日には、敬翔、サトシと俺の間には愛だけでいいんだよね。サトシ、愛してる。敬翔、今日はケツ洗って帰ってこいよ。サトシ、え、帰ってこれるの？館長買ってくる。など、かなり生々しい内容の LINE ですね。しかし、
ラブラブな関係もつかの間、ほどなくしてサトシさんは継承さんの情緒不安定な言動に振り回されるようになったそう。付き合った当初から僕たちの関係にはいろんな波乱がありました。そもそも継承はちょっとしたことでイライラしたり脅してきたりする人で、週に1回は切れてきました。例えばカップラーメンが早く出来上がりすぎて、まだ家事してるだろう、時間考えろよ、カップラーメンを店に返品しろとむちゃくちゃ言ってきたり、継承は束縛がすごくて僕の LINE を見て友達を勝手にブロックすることもありました。また暴力を振るわれることもあったそう。彼との関係を勤め先の上司に相談していたんです。ところがそれに気づいた継承が職場にまで来て探りを入れてくるようになり、ある日お店の入り口近くで彼が聞き耳を立てていたらしく、後日自宅で、お前他人に俺のこと話してるじゃねえかと大喧嘩になりました。だったら出ていくと玄関に向かうと押さえつけられ、首を絞められたり、金属製のハンガーが歪むほど体を叩かれました。さらに固いティッシュケースの角で頭を殴られ、ダラダラと出血するほどの怪我を負いました。そこまでされていれば、訴えれば傷害事件になりそうなものですが、翌日警察に相談するも大事になることを恐れ、被害届を提出することはかなわなかったようです。また現在の妻に関して信じられない発言をしていたこともあったといいます。僕に俺たちで結婚して子供と暮らそうと話していたこともありました。俺の代わりに嫁を殺してきてくれ、女はすぐに暴力を振るわれたと DV シェルターに駆け込む、子供を出しに俺から金を取ろうとしているんだよと、信じがたい発言でした。弾みで出た言葉なのかもしれませんが、交際相手に妻を殺してきてくれなどと言ったとすれば、夫としてだけでなく政治家としての人間性も疑われるようなことですよね。また継承さんは一時期、姉平愛理さんの夫の長友さんが都内に借りている家賃月200万円の超高級タワーマンションで山田氏と同棲していたそう。それとは別に継承さんは現在都内に3軒の不動産を借りており、その家賃の合計は月100万円を優に超えています。若くしてセレブ生活を謳歌しているようです。結局昨夏以降、継承さんから好きな人ができたと告げられたことを機に関係が悪化し、破局に至ったといいます。ただ今回山田聡さんが証言しているのは、こうした恋愛関係にまつわるトラブルだけではありません。継承さんの依頼で偽名での秘書活動をしたことや、政治資金収支報告書の会計責任者としてその偽名が記載されていることなども明らかにしています。議員としてあるまじき行為なのは言うまでもありませんね。これらの事実関係について報道関係者が本人に尋ねたところ、妻と婚姻関係が続いているとしつつも、サトシさんとの不倫は否定。その後代理人弁護士を通じて寄せた書面の回答では、サトシさんとの関係について不倫とは考えておりませんとして、山田聡氏、回答では本名と出会い一時期親しい関係になったという事実はあります。山田氏が平氏の議員事務所で寝泊まりをしていた時期はありますが、生活を共にするという意味で同棲したという事実はありません。妻、回答では本名とはすでに離婚しております。ただし子供を通じて良好な関係を築いています。家庭内暴力が原因で離婚したものではなく、山田氏に殺してくれと述べた事実もありませんと回答しています。平継承さん曰く、すでに離婚しているという妻は一般人女性の方、平継承さんと奥様は15歳の時から約7年間の交際期間を経て22歳の時にご結婚されたそう。数年間お付き合いが続くことですら珍しい10代の頃から7年間も交際が続いていたことも、22歳、つまり大学を卒業してすぐにご結婚されていたことにも驚きですね。平継承さんには先述したように2人のお子さんがいますが、詳しい情報は明らかになっていません。2021年6月時点で5歳と2歳であったという情報がありますので、現在は7歳と4歳ではないかと考えられます。多感な時期に父親の同性愛不倫報道、お子さんたちの学校生活に影響がないことを願うばかりですね。また平継承さんは過去にも
いくつかの不祥事が問題となったことがあります。平慶翔さんは下村博文さんの秘書を務めていましたが、2017年の都議会議員選挙期間中に下村議員が名指しこそしなかったものの、平慶翔さんと思われる人物が秘書時代に事務所のパソコンを不正に持ち出した、そして事務所のお金を使い込んだと記者会見で発言したのが事の発端です。その額少なくとも30万円ほどと言われています。平慶翔さんが下村議員の事務所を辞めたのも円満ではなく解雇、つまりクビになったのだと言います。しかしこれに対して2人の意見は対立。下村議員側は不祥事があったことを証明する上申書、いわゆる詫び状や退職届もあると主張していますが、平慶翔さんは上申書にある筆跡は自分のものではないと反論。不祥事や疑惑に関しては事実無根としています。さらに下村博文議員に疑惑がかかった加計学園200万円違法献金問題の告発にも平慶翔さんが関わっているのではないかと言われています。下村博文事務所が作成した2013年博友会パーティー入金状況には9月27日学校加計学園100万と記載され、2014年博友会パーティー入金状況には10月10日学校山中一郎加計学園100万と記載され、合計200万円の違法献金があったという疑惑がかかっていました。本来であれば政治資金規正法で20万円を超えるパーティー券購入を受けた際には政治資金収支報告書に記載しなくてはならないと規定されているのですが、博友会の収支報告書に加計学園からの寄付は記載されておらず、そこが問題となったのです。この問題で週刊文春が入手した下村博文事務所の内部文書ですが、このデータを流出させたのが平慶翔さんではないかと言われているのです。なぜ平慶翔さんがデータを流出させたのかについては選挙戦のためと考えられています。平慶翔さんは都民ファーストの会から板橋区で都議選に出馬していましたが、板橋区は自民党東京都連会長の下村博文さんのお膝元、つまり下村博文事務所のデータを使い下村博文陣営を貶め選挙戦を有利に運ぼうとしていたのではないかという疑惑を持たれています。しかし両者とも意見をぶつかり合わせているだけで決定的な証拠は公に出ていません。下村議員の会見では平さんが実家の家業を手伝うと約束したから横領の件は不問としたと発言していたようですが、実際には退職届には異なる退職理由が書いてあり、それがなぜなのか、そして法的措置をする相手がなぜか週刊文春だけで平慶翔さんに向けてではなかったのはなぜなのかなど、下村議員側にも怪しい点はありますが、平慶翔さん側も上申書が偽造であるという証拠を提出しない、本当に週刊文春に情報提供していないのであれば下村氏を選挙妨害もしくは名誉毀損罪などで訴えることもできるのに、特に何の措置も取っていないなど疑問が残る点があります。この対立の決着はついておらず、真相は闇のまま。ただ今回の平慶翔さんの一連の不倫騒動を踏まえると人間性を疑ってしまうような言動も多く、過去に起きた問題も平慶翔さん側に問題があったのではないかという見方になってしまう部分も否定できませんね。いかがでしたか。政治家の不祥事は真相が明らかにならないまま闇に葬られてしまうことも多いですが、妻やお子さん、不倫相手の男性に対し誠意ある対応をしてほしいですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。